どうも山際です。僕は今ですね関西国際空港に来ているんですけども、これからハワイホノルルへとですね、エアアジアを使って行きたいと思っています。で、機内の搭乗だったりとかラウンジもちょっと利用したいなと思っていますので、ラウンジの様子だったりとかお届けしていきたいなと思っています。まあ、ご覧の通りすごい大行列ですね、チェックインカウンター大行列で、なかなか時間がかかりそうなんですけども、ハワイを楽しみに頑張って並びたいと思います。今回これに乗っていきます。これ、チェックイン完了しました。結局45分ぐらい並びまして、やっとですね、今回深夜便なんです。ボテジュープライオリティバス使ってですね、ボテジューに行ってお好み焼き食べて行きたいなと思ってたんですけど、ちょっと残念ながらチェックインカウンター激混みすぎてちょっと諦めました。なのでちょっともう早速ゲート内入っていきたいと思います。エアアジアの CA さんたちのこのラインが美しすぎますね。惚れ惚れします。ゲートまでは電車移動です。機内にやってきました。もうほぼ満席です。空席ほぼなしという感じですね。でこちらがシートです。シートの目線上にはエアアジア X と刻印されています。モニターはなしです。でこちら足元ですね、まあ、拳 1.5 個分ぐらいとかなり狭めです。なのでちょっと体が大きい方はさすがに LCC これハワイ行ききついんじゃないかなと思います。長距離なんでね。で前方の様子ですね、はい、なかなかこれで長時間かというところで先が思いやられるような感じなんですけども、まあ、深夜便なんで寝ればいいかなという感じですかね。今回の機材は A330 の300という機材です。はい、まあなんかねすごいこのアニメというかアメコミ的な感じのイラストなんですけども、まあこういう感じですね、書かれています。日本語は書かれていない感じですね。はい、エアアジアは LCC なので機内食は全て有料になります。で気になったんですけども、なぜか価格表記がですね US ドルではなくてですね、マレーシアリンギットの表記になっていました。はい、こんな感じですね。フードメニューも結構アジアン料理がたくさん、っていうかもうアジアン料理しかないんじゃないかと思うほどでした。過去何度かエアアジア乗ってきたんですけども、この価格表記で、ま、このマレーシアのリンギットの表記になっているのは初めてでしたね。今まではタイバーツがほとんどだったんですけども、今回は、まあ、マレーシアリンギットの表記になっていました。なのでちょっとね、人によっては価格いくらなのかちょっと混乱するんじゃないかなというふうに感じました。一応ですねエンターテイメント系の案内が書かれていた、まあ、パンフレットが置いてありました。で中を開いてみると見れる映画とかですね書かれています。ちょっともっと詳細を確認すればよかったんですけども、もしかしたら日本語ないかもしれないですね。こちらが世界中の、まあ、感染症に関わるような、まあ、表というか一覧表みたいなのが出ていました。まあ、コレラだったりとか黄熱病とか、この国ではこれが危険ですよみたいなことが一応一覧で見れるようになっています。こちら機内雑誌ですね。機内雑誌いろいろと観光情報とか書かれているので、結構僕的には毎回飛行機乗るとき楽しみにしているんですけども、なかなかハワイに関する情報が載ってはいなかったので、ちょっとなんか残念だなという感じです。まあ、アジアン系の、観光地だったりとか料理とかがたくさん紹介されていました。ハワイ紹介してくれよという感じだったんですけど、まあまあこれを見るのも楽しみの一つです。また別でですね、機内販売、まあ、料理だったりとか、なんか物販に関するものが雑誌の中で紹介されていたんですけども、まあ、シェフこだわりの一品みたいな感じで、結構こう紹介されてるんですけど、まあまあ金額は高いです。なんでこんな高いのだろうとかって思ったんですけども、まあまあ金額します。まあ2000円近くですね。まあ、これはちょっと、20リンギットなのでそんな高くないんですけども、高いものだとかなり、まあ、2000円近くするものもあったりしました。これ頼む人、果たしているのだろうかなと思ったりもするんですけども、まあこんな感じですかね。
なんかハワイアンメニュー的なものがあればいいなと思ったんですけども、なかなか少なかった印象です。あとは飲み物とかアルコール類とかも書かれていました。あ、これです、これです。このページのものは結構高いですよ。60リンギット超えしているので、2000円近く値段がします。まあ、これだったら、なんかコンビニとかで何かね、買って持ち込んだ方がいいんじゃないかなと、個人的には思ったんですけども、はい。で、関西国際空港はゲート内にファミリーマートがありますので、ファミリーマートでなんかね、お菓子とか、なんかおにぎりとかサンドイッチとかそういうの買って持ち込めば、特にこれは必要ないかなというふうに思ったんですけども、まあ、楽しみにしている人にとってはなかなかいいものではないかなと思います、はい、シェフこだわりの一品、まあ、香港の人なのかな、いろいろ書かれていました。でセットで注文するとお得ですよ的な感じの、その割安感を、まあ、出していたりとかしていましたので、気になる方は食べてみてもいいんじゃないでしょうか。で他にもですね、座席をアップグレードするためにいくら必要なのかというようなですね、案内もここに書かれていました。まあ、結構ねエアアジアのホットシートは、良さそうなのでいいかなと思います。で、こちらは今度お土産グッズですね、化粧品だとかおもちゃとかそういうものも、この雑誌の中で、いろいろと取り扱っていました。深夜便ということもあってですね、すぐに寝に入ってしまったのでこの先の飛行機の様子はないんですけども、まあまあ揺れも少なく、まあ、ちょっと狭かったんですけど安全にハワイにたどり着きました。はい、ということでハワイに到着しました。なかなかのロングフライトでやっぱり、ね、LCC のエコノミーだとかなり、座席は狭いんですけども、まあ、とはいえですね、片道1万2000ぐらいの航空券で、今回来れたので、まあ、文句は言えないという感じですかね。はい、それではまたあのハワイの様子をお届けしていきたいと思いますので、楽しみにしていてください。もし、この動画いいねと思っていただけた方はグッドボタンを押してチャンネル登録よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。